災害公営住宅を建設するための盛り土に活用することにしています。県によりますと、工事業で発生した土砂を自治体間で流通するのは今回が初めてです。土砂は今月末から来年1月まで本格で運ばれ、来月以降順次造成工事が始まるためです。今回初めてですね、このような形で、造成工事が設立するときは、都民の方々、将来の事業規模が新たに湧き上がってくるのかな、大変大変申し上げているところです。また、県全体では、今後の旧復興工事に必要な盛り付け